ファイフにある直居自治都市、クーロスバラはスコットランドと北イングランドにあった公共の自治団体であり、大抵は町に相当する。この種の自治体はデイビッド一世が最初の直居自治都市を創設した12世紀から存在する。バラの位置づけは連合王国の残りの部分に見られる自治都市の位置づけとしばしば似ている。 1975年の地方自治体の再編の後、直居自治都市の名称はまだ多くの町で使われているが、現在は儀礼的な価値で使用されているに過ぎない。最初のバラはベリックであった。1130年までには、デイビッド一世は、その他のバラ、例えば、エディンバラやスターリング、ダンファームリン、パース、ダンフリーズ、ジェドバラ、モントローズ、ラナークを建設した。 彼の支配下にあった時に検証を与えられたほとんどの自治都市はおそらく入植地として存在していた。検証はほとんど一言一句そのままにイングランドで使われていたものから移され、初期の自治都市市民は大抵招かれたイングランド人とフラマン人の入植者だった。彼らは入植地の外の地域の中で通行料と市場の使用量を商人に課すことができた。 大部分の初期のバラは、東海岸沿いにあり、成長が大陸との交易で促進され、最も大きくて裕福であった、アバディーンやベリック、パース、エディンバラといったバラも東海岸沿いに位置していた。南西では、グラスゴーやエア、カークーブリーは、収益性の低いアイルランドや、さらに小さい規模となるフランスとスペインを相手とする、海上貿易によって支援された。 ファイフの漁港であったバラ、クレイルの印象の裏側。バラは大抵城の保護のもとにあり、通例、広がった大通りや交差点を持ち、市場十字によって印付けられた、自治都市市民と他の住民のための家のそばにある市場があった。16の直居自治都市の建設は、デイビッド一世の統治まで遡ることができ、1296年までには 55? の自治都市が存在したという証拠がある。主な直居自治都市に加えて、中世後期には大正園と教会のバラが激増し、1450年から1516年の間に51の自治都市が作られた。これらの多くは、直居自治都市よりも、はるかに小さいものだった。外国貿易から除外されたため、それらは主に地方市場と、 職人技能の中心としての役目を務めた。バラは普通、居住者や遠く離れたところに住む人に市場が開かれている日に、販売される靴や服、食器、ポット、建具、パン、ビールを含む基本的な工芸品の中心だった。外して、バラは食べ物や原料を頼りにしていた後輩地との取引を外国と貿易をするよりも、はるかに多く行った。バラは、 スコットランド王国議会における議員選出権を有していた。1707年の合同法の下で多くが議会選挙区自治都市となり、グレートブリテン議会に議員を選出して参加した。イギリス議会へのグレートブリテン議会の合併から32年後の1832年に改正された人民代表法の下でバラの境界線は選挙区としての扱いが終了し、 必然的に他の目的で用いられる境界線となった。バラにはいくつかの種類がある。スコットランドにあるリンリス号の標識1833年まで、それぞれのバラは異なる組織構成であった。バラの政府は選挙ではなく自分たちの指名によって管理業務に当たる人を選んでいる自治体の支中にあり、ほとんどの地方政府の機能が行われていなかった。 これらは、しばしば特別な団体に任されていた。1834年に二つの法律改革が実行に移された。直居自治都市法とバラとポリス法である。直居自治都市法は、治安判事と評議員の選挙を準備していた。それぞれの自治都市は、市長や治安判事、評議員から成り立つ、共同の評議会を持つことになっていた。直居自治都市の管轄域、 地域の中、または、その境界線の7法定マイル以内に住んでいる、あらゆる議会有権者は、自治都市選挙で投票する権利があった。バラの議会の3分の1が毎年選ばれた。その評議員らは、バラの治安判事として活動し、司法上の案件を処理する役割を果たす、司法権を有する行政官を数多くご選した。市長もしくは、 主席治安判事は3年ごとに議会の中から選ばれた。直居自治都市法もまた最近国会議員の選出権を与えられた12の議会の自治都市に拡張された。これらは発達する産業の中心であり、検証がなかったことは別にして、直居自治都市と等しい権力と特権を持っていた。直居自治都市は自治体財産つまり共有財産に対する権利を放置していた。 この財産は公共の公園や博物館、市民の催しに資金を提供することで、バラの住民の利益のために使用された。バラとポリス法によって、直居自治都市や地方間かつく大小園の自治都市の住民は、ポリス制度を採用することができるようになった。この意味でのポリスとは、法執行機関ではなく、舗装や明かりの整備、清掃活動、見張り、 水の供給、そしてそのようなバラを個々に改善する必要で役立つような活動に要約される、様々な地方行政の活動を表している。この法律は、バラの個種による投票における承認に従って採用された。これと後の法律の下で改革されたり、作り出されたりしたバラは、ポリス自治都市として知られるようになった。ポリス自治都市を管理する主要部は、ポリス委員であった。 その委員らは既存のバラの議会によって選出され、有権者による選出ではない。バラの議会は4分の3の多数によって、バラのポリス委員になれた。多くの場合、これは同じ人員で構成される議会とポリス委員という、二つの類似したバラの行政文が存在することになったが、両者の法的地位と権限は別個のものであった。八百五十年のさらなる法律によって、 既存の自治都市以外の人口の多い場所がポリス自治都市となることが可能になった。1893年、バラの行政における大半の例外が取り除かれ、ポリス委員は議員としての肩書きを与えられ、並行して存在するバラを解消することで、すべてのバラは一つの自治体になることになった。ポリス制度を取り入れていなかったすべての大小園の バラと地方管轄区は廃止された。バラの慣習的な名称を使用している主席治安判事によって議会は引きられることになっていた。1900年にあらゆる自治都市の主張は市長と認められた自治都市を除いて市長として知られることとなった。バラに影響を及ぼす最後の主要な法律が1930年に発行した。 1929年の地方行政法によって、バラは3つの種類に分けられた。1973年の地方行政法によって、バラは法的に廃止された。その法律の一節には、1975年の5月16日、その日より以前に存在するすべての地方行政地域、つまりすべての州、都市の州、大きなバラ、小さなバラ、地区は存在しなくなり、 そのような地域のすべての議会もまた存在しなくなると書かれている。だが、その名称は非公式に使用され続けた。直居自治都市の共有財産の資産と資金は存在し続けている。それらは現在の地域議会によって管理されている。その地域議会は公益が以前関連があった地域の住民の利益を考慮して、 これらの財産の運用は以前のバラの住民のためにあることになっている。いかなる場所。以前は都市の地位にあったシティ、バラ、直居自地都市の名誉自由を有するいかなる人や団体も1975年の再編成以降、その地位を享受し続けている。1920年に自治都市ではなくなったリースの議場市長に対応するバラの首席治安判事や議長は、 市長と呼ばれた。1900年のタウンカウンシル法がロードプロボストの都市を除いてその用語をプロボストと標準化するまで多くの異なった肩書きが使われていた。1975年からは地方自治体は議長の肩書きを自由に選べるようになり市長はたくさんのカウンシルエリアやコミュニティカウンシルの議長を務めるように任命された。市長の下には 治安判事、または司法権を有する行政官がいて議員を兼ねるとともに法律を施行する。一般の仕事の他にも彼らはしばしばワインやエール、その他の食料品店で売られている製品の検査といった特定の仕事があった。現代の地域議会は時々単に儀礼的な基準で役目に任命するけれどもベイリーの名前は1975年に 法的な意味がなくなった。例えば、グラスゴー市議会はその称号を、年上の議員の名誉的な立場に対して授与する。一方、スターリングの議会は4人のベイリーに、特定の地理的地域で議長の代わりに行動する、よう任命する。バラでの自由を認められた住民は、自治都市市民と呼称された。これは、イングランドのバラでも、同様に使用されている。 これらの自由民とその妻は、メシ使いや使用人を含まない階級であったが、裕福でいられることを保障されていたわけではなかった。ギルド庁は建築規制という特定の職務を与えられた、ギルド庁裁判所の議長をしたバラノベイリーの一人が持っていた称号である。その裁判所は1975年に廃止され、関連がある地方自治体に建築規制が移った。 ギルド町の役目に対する任命は、まだいくつかの地域である。例えば、グラスゴーの場合、その任命は、議会ではなく、マーチャントハウスの主中にあるけれども、ギルド町は市長に続く、グラスゴーの2番目の市民と言われている。初期のバラは、貿易に対して権力が与えられており、19世紀まで貿易をコントロールすることができた。市民がおおよそ商人と職人に分けられ、 その二階級の利益の間にある緊張はしばしば都市の特徴であった。主工業者は大抵ギルドを作った。商人にも同様にギルドを持っていたが、多くの商人はそれに属してはおらず大変権力の持った小規模のグループによって管理されていた。商人階級は、露天商や行商人から店を所有している人や、相当裕福な商人まで全ての貿易業者を含んでいた。 バラは一般的に地名やイングランド、スコットランド、そしてこれらの国の人々が移住した他の国において設備時として使われている。以下に例を挙げる。例、そして西ゲルマン語群に属する国ではバーグ自体が地名になっているものがある。ありがとうございます。